アパートに引っ越したら、その部屋の窓から見える一軒家のおばさんに、ストーカーされるようになった。引っ越したばかりの頃はまだカーテンなくて、外から丸見えだったんだけど、2階だし大丈夫かなって思ってた。向こうの家の窓もこっちを向いてる状態だったから、さすがに着替えとかはバスルームとかでしてたけど、でその頃からなんか監視されてるというか、ふと気づくと向こうの窓からおばさんが、じっとこっちを見てることがあって、すごい気持ち悪いなーって思ってたので、引っ越しして1週間ぐらいにカーテン買いに行って、それからはずっとカーテンしてた。そしたら、カーテン買って3日目くらいに家のポストに、カーテン開けろ、って紙が入れられてて、あまりの恐怖にその日は家に帰らずに、友達の家で過ごさせてもらった。母親とか大家さんにも相談したんだけど、相手は男じゃないし襲われる心配はないんだから大丈夫でしょ、気にしすぎ、と言われてしまって今に至る。